こんにちは。オーストラリアアマゾン室サポーター、堀秀夫です。オーストラリアアマゾン室マニュアルのご紹介です。初心者がパソコンを使って稼ぐなら、オーストラリアアマゾン室が稼ぎやすい。アマゾンが株式時価総額世界1位になりました。アマゾンの販売力と集客力は、他のネット販売サービスと比べて突出して優れています。アマゾンを使って販売する方法を覚えれば、 初心者でも6ヶ月で月6、月30万円稼ぐスキルが身につきます。初心者でも確実にオーストラリアアマゾン輸出を始められるマニュアルのモニターを特別科学で募集しています。あなたがあと10年以上生きるなら輸出で稼ぐスキルは必須です。令和の日本人を待ち受ける3つのリスク。人口減少。日本では稼ぎ、稼ぎにくくなります。 一日8時間働いても普通に暮らせない世の中。そして年金制度が変わりました。年金は崩壊しませんが、当てにもなりません。年金はいつの間にか自分が積み立てたお金を受け取る制度から、集金したお金を分配する仕組みに変わってしまいました。インフレ、貯金や個人年金の価値が激減します。政府の膨大な借金の解決策は、インフレか踏み倒ししかありません。 ハイパーインフレも踏み倒しもないかもしれません。しかし、現状でも苦しい状況は続きます。いや、現状維持は非常に困難な状況になっています。NHK の朝市でも40代と50代がピンチ、家計の危機ということでね、えー、子供の学費を出したら、えー、破産寸前になっちゃった。ね、そんな、えー 嘘みたいな出来事が結構頻発しています。人並みの生活はもはや高値の花。これからの日本人には輸出で稼ぐスキルが必要です。日本人が簡単に身につけられるのは輸出ビジネスで稼ぐスキル。この申し込みページを読んでいるあなたに朗報です。初めてすぐに簡単に稼げて、しかも本業並みに稼げる副業があります。オーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネスです。 日本人の生活の苦しさは低所得のため。しかし低所得は輸出ビジネスをやる人には追い風。なぜなら低所得のおかげで輸出する商品を安く買うことが,安く買うことが可能になるからです。オーストラリアの購買力は日本人が想像するよりはるかに大きい。12月26日、ボクシングで明げのバーゲンの売り上げ。1日の売り上げが2000億円。 日本で一番大きなデパート、三越伊勢丹の2ヶ月分の売り上げが1日で上がるわけです。そんなオーストラリアアマゾンに取り組むためのオーストラリアアマゾン質マニュアル。このマニュアルを作ったわけ。間違ったノウハウやツールを普及させて、日本人セラーの評判を落とすのを避けたい。これはアメリカであったことですけどね。え、いろんなツールを使って、で、売れてて間違えて、ね、間違えて売れちゃったのをキャンセルすると。 いうのでね、日本人出品者がキャンセル多いということで、いつの間にか、まあ、日本人というだけで講座が作りにくかったりね、えー、せっかく作った講座を、えー、サスペンド、あるいは削除されるという例が頻発しました、まあ。オーストラリアではそんなことのないように、正しいノウハウを普及させたくてマニュアルを作りました。普通の人が正しい稼い方を理解して実践できるマニュアル。始まったばかりのオーストラリアアマゾン。 正しい取り組み方を分かりやすく解説しているのはこのマニュアルだけです。私は再現性の高いノウハウを教えることに真剣です。初心者が使いやすく、使いやすいマニュアル。稼ぐために必要な情報を分かりやすく解説する使いやすいマニュアルです。初心者がパソコンを使って稼ぐなら、オーストラリアアマゾン室が一押しです。安く買った商品を高く売って儲けるという物販ビジネスはシンプルで結果が出るのが早いです。 中でもおすすめはオーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネスです。物価が安い国、日本から物価が高い国、オーストラリアに輸出するビジネスは簡単です。日本は物価が安く、オーストラリアは物価が高い。ほとんどの日本人は意外に思いますが、今の日本の物価は安いです。一方、オーストラリアの物価は高いです。所得も今の日本人の所得は安いです。一方、オーストラリア人の所得は高いです。 日本人の年収分布で一番多いのは年収200万以下です。一方、オーストラリアの平均所得は約712万円。普通は共働きなので平均世帯年収は1424万円です。しかも、これだけ高所得で貯蓄はほぼゼロ。これがオーストラリアの標準、デフォルトです。オーストラリア人はスイスを抜いて世界一の金持ちになりました。ヤフー知恵袋にも。 オーストラリアに行った人からこんな質問が上がっています。オーストラリア人はなんでこんなにも裕福なんですかまだ6ヶ月しかこちらにいませんが、ほとんどの家にキャンピングカーがあります。その他にも自転車が何台もあったり、楽器がたくさんあったり、プールがあったり、クルーザーを持っていたり、そのお金はどこから出るんだって疑問に思っちゃいました。ちなみに私がよくお邪魔する家は教員がいるファミリーなので、 ただ単に教職の給料高いってことでしょうかしたらオーストラリアの教職の給料ってなんぼですかオーストラリアに詳しい方教えてください。というね、質問がアップされてます。まあ、先ほど解説したように、ね、平均世帯年収1,124万円。しかもそれ全部使っちゃうという生活してますんでね。まあ、オーストラリア人豊かに見えます。というか実際金遣い荒いです。オーストラリア人は日本人には理解できないぐらい、理解できないぐらい所得が高くて金遣いが荒いです。 そんな高所得なオーストラリア人、その仕事ぶりです。人は苦労して稼いだ金は大切にするが、楽に稼いだ金は浪費する。人は平等ではありません。生まれた場所と時代によって楽して楽しく、楽して楽しく稼げたり、苦労しても報われなかったりします。オーストラリア人は打ち合わせ中でも勤務時間が終了すると帰宅します。これはオーストラリアのね。 え、オーストラリアで仕事してる方。某 OG 企業のお客様のところで打ち合わせ。途中先方の担当者の中の一人から、すいません、今からフェリーに乗って帰るので先に失礼しますと言って帰りました。時計を見たらまだ16時半です。これがオーストラリアですと。打ち合わせ中。あ、もうフェリーの時間だから僕帰りますっていなくなってしまう。 日本では考えられないことですけど、これはまあ普通にオーストラリアではよくあること。そしてオーストラリア人は土日は働きません。日本だと、深夜とかね、電車が動いてない時に、この保守点検作業とか、補修工事してますけど、電車の。これ、オーストラリアだと、平日昼間に、ね、電車止めて大会バス出して、普通に保守点検、あるいは補修工事やってます。 まあ深夜とかね、えー、土日とかだと人員が確保できない。ねえー、給料何倍も払わなきゃいけないっていのはあるんですけど、えー、歳日働かせると2.5倍とかね、まあ、そういうのがあるんですけど、それをそんだけ払っても働かないという人が多いんで、もう昼間電車止めて作業する。それから、これはオーストラリアじゃなくてイギリスですけどね、オーストラリアも似たようなもんです。イギリスで史上最悪の360億円の盗難事件があったと。 で、ビルの警報器が鳴ったんだけど、まあ、見に行ったらドアは閉まってたと。で、中は点検しなかった。中はなぜ点検しなかったのかと聞かれたらね、そんな危ないことをするほどの給料はもらってないと。まあ、もらってる給料分しか働かない。えー、それが、まあ、海外というか、オーストラリアとイギリス、ね。 え、イギリスに行った人たちがオーストラリアに行ってるわけですから、逆にイギリスでもきついなと。オーストラリアの方が楽かなという人がオーストラリアに行ってるわけですから、これは当たり前という形です。また、子供が熱を出したり、本人が体調を崩せば気楽に休みます。そ、そして休んでも職場の誰も困りません。なぜなら休んだ人の仕事を代わりの誰かがやるという仕組みがないからです。 え、休んだら、その人の仕事はすべてストップしますけど、まあ、そんなの別に、え、誰も気にしないと。えー、3日でできるって言った作業はね、えー、一応念のため1週間後に行ったら、やれてないと。えー、なんでだと言ったらね、えー、担当休んでたからじゃないのと。他人事のように言われる。まあ、よくある話です。まあ、この、ね、オーストラリアの職場環境というか、働きっぷり。まあ、日本で少しでもオーストラリアの真似をしたらね、まあ、会社8部。 退職勧告、まあ、いじめ、ひどいことになるでしょう。でもオーストラリアでは働く人の権利は国や州政府、会社や業界団体によって守られています。このような仕事ぶりでも日本の所得の何倍もの給料がもらえます。だからオーストラリア人はもらった給料を景気よく使い切ってしまうのです。そんなオーストラリアに売って儲かる商品。まあ、日本には儲かる商品がいくらでもあります。 例えば、100円ショップダイソーで買った商品が何倍もの値段で売れています。くっきり二重まぶたにするアイテープ。13倍で売れてます。粘土。5倍で売れてます。あるいは、10倍で売れてる例もありますし、3倍で売れてるのもあります。ありふれた100円ショップの商品でもこれだけ高く売れます。また、おもちゃのベイブレード。こちらも3倍で売れてます。 あるいは炊飯ジャー。こちらは31,689円で仕入れたのが59,507円で売れてます。または別な炊飯ジャー。15,230円で仕入れたものが32,014円で売れてます。またまた別な炊飯ジャーは25,490円で仕入れたものが51,986円で売れてます。ヘアアイロン。こちらは2,469円で仕入れて6,867円で売れてます。 ソニーのワイヤレスコントローラー、8500円で仕入れて、15,122円で売れてます。コピック、8,849円で仕入れて、14,817円で売れてます。タミヤのプラモデルミカサ、7,708円で仕入れて、14,786円で売れてます。別なプラモデルのパーツ、1,600円で仕入れて、9,069円で売れてます。 家庭用プラネタリウムのセガホームスター8335円で仕入れて14181円で売れてます。ジャガポックル5990円で仕入れて11789円で売れてます。サントリーの響き4320円で仕入れて12359円で売れてます。このように高く売れる日本商品はいくらでもあります。 始まったばかりのオーストラリアアマゾンは今が絶好のチャンス。オーストラリアのアマゾン、まだ始まったばかり。初心者はライバルのいない今のうちに始めるのがチャンスを逃さないコツです。去年の6月19日にプライムサービスが開始されました。日本やアメリカの感覚だとアマゾンといえばプライムサービスがあってこそのアマゾンです。そのプライムサービスがやっと提供開始されました。去年の9月、シドニー物流センターが稼働しました。 これからどんどん稼ぎやすくなります。このマニュアルにも、このマニュアルにはサポートもついています。だから初心者でもオーストラリアアマゾンを始めることができます。これは早い時期にアメリカアマゾンを始めた会員さんの売り上げのキャプチャーです。去年の年末のキャプチャー。アメリカアマゾンですから、1ドル約110円弱。34,454ドル。 で、利益はだいたい3割なんで、えー、月間120万弱、これをマイペースで、ね、自分一人で1日4時間程度の作業で稼いでいます。他にも22,157ドル、1539ドル、7,669ドル、6,828ドルというね、もう副業とは言えない売り上げが上がっていて、まあ、本業にした会員さんもいらっしゃいます。これ 売上げ並べた順、大体始めた順に並んでますんで、これはアメリカアマゾンの例ですけど、オーストラリアアマゾンも同じように、早く始めた方が有利な仕組みになっています。そんなオーストラリアアマゾンのサポート、マニュアルの内容。オーストラリアアマゾン輸出マニュアルは、ペース配分を考えたメルマガで配信されています。これは一度にね、マニュアル何百ページとか、動画何百時間とか送りますとね、 どっから提出してきていいんだかわかんない。あるいはね、もう見ただけでそれに圧倒されちゃって、えー、作業が進まなくなっちゃう。手が止まっちゃうというのがありますんで、えー、週3回、月、月曜、水曜、金曜にマニュアルをお届けして、その届いたマニュアルのね、内容だけをやってもらうというふうにすると、まあ、どんなに、えー、進みが遅くても、1ヶ月後には、アマゾイ質、ね、販売できるようになっているというふうな内容になっています。まず銀行口座を解説する。 次にアカウントを登録すると、ここまでは確実に1ヶ月で終了します。他に NG 商品。どんな商品を扱ってはいけないか。そんな情報をマニュアルでお届けしています。NG 商品には大きく分けて3種類の商品があります。輸送が NG の商品。これは郵便局が輸送を受け付けてくれなくて輸出ができない。つまり運べない商品です。オーストラリア NG 商品。 これは輸送することは可能であるが、オーストラリアで税関を取らない、あるいはオーストラリア国内で販売できないオーストラリア国内事情による NG 商品。そして AmazonNG 商品。輸送やオーストラリア国内での販売も問題ないが、Amazon が販売を禁止している商品もあります。これらの NG 商品は、今まで問題なかったのが、いつの間にか NG になったり、逆に NG だったのが、いつの間にか OK になる商品もあります。 私の元にはこれらの情報が集まりますので変化があり次第会員の皆様にお知らせしています。そして販売をしていれば購入者からの問い合わせがやってきます。まあ、この対応も非常に重要です。日本の常識は世界の非常識。アマゾンの常識は世界の非常識。アマゾンで生き残るためにはコツがありますので、アマゾンで生き残るための方法をサポートします。英語ができなくても大丈夫。 全部私が翻訳して適切な返事を教えます。あなたがすることはコピペだけです。そして、アマゾンからも問い合わせ、あるいは確認、連絡があります。これも同じように、ね、英語はできなくても大丈夫です。全部私が翻訳して適切な返事を教えます。あなたがすることはコピペだけです。転売経験者ならではの注意点もあります。日本アマゾンとの違いと注意点。アメリカアマゾンとの違いと注意点。 eBay との違いと注意点。Amazon のシステムは早いペースで進化します。マニュアルとは違う画面が出てきたときはお気軽にご質問ください。これを週3回、月曜、水曜、金曜のサポートメールマガで配信します。